どうも皆さんこんにちは、ムタです。大相撲1月場所千秋楽、先ほど終わったばっかりですね。優勝決定戦の直後に撮っています。まずはね、いろんな言いたいことあるんですけども、とにかく照ノ富士横綱復活優勝9回目ですね。おめでとうございます。そして関脇琴ノ若ですね。今日もいい相撲でした。13勝2敗、まあ惜しくも優勝は逃してしまったんですけども、もうね文句なしですね。大関昇進に向けての臨時理事会ももう招集されたと、そんな報道も出ていますので、まあ大関昇進っていうものはもう確実になったと言ってもいいでしょう。今場所13勝、先場所11勝、その前が9勝ということで、まあ、その前も11勝してたりとかね、まあ、本当に長い間ずっと勝ち越しを続けているので全くね文句はないかなと思います。まあ、今場所横綱にね敗れてしまったとはいえ、綱取りの大関倒してるわけですからね、そこは文句ないでしょう。ということで、まあ、そこら辺をね深く振り返っていきたいんですが、まずはねこちら十両以下の優勝力士を見ていきましょう。十両以下の優勝力士こうなっています。十両優勝が伊勢ヶ浜部屋の武尊富士ということで、新十両ながらね13勝2敗と、まあ、堂々たる成績で優勝しました。そして幕下優勝が復活の若隆景、全勝でしたね。まあこれで十両ね、まあ来場所はまた若隆景どうでしょうかねっていう感じですね。久々に大いちょうの若隆景が戻ってくるという感じです。そして三段目優勝は藤青雲ということになりました。藤青雲ね十両で勝ち越しの経験もある力士ですけども、そこで大怪我からの復帰の場所で復活優勝となりましたね。まあここも当然というか順当かなと。そして序二段序ノ口はなんと安治川部屋の力士が独占しましたね。青錦、先場所の序ノ口について連続優勝、そして序ノ口は安響きということで、なんと安治川部屋ね、序ノ口序二段と制覇して若手力士がね育ってきているなという感じしますね。まあ、さらに言えば幕内と十両の優勝が伊勢ヶ浜部屋の力士なので、なんかこうあれですよね、伊勢ヶ浜系列、まあ、安治川親方も伊勢ヶ浜部屋から独立したので、伊勢ヶ浜系列の力士がなんとね4つのカテゴリーで優勝したという、すごいね、本当に素晴らしい活躍となりました。まあこの中でやっぱ十両以下でね目立っていたのは若隆景ですね。やはり強い、今場所は動きも良くて、本当に復活したなという感じでしたね。まあ来場所この感じだと十両優勝っていうものも十分視野に入っていますね。まあ、今場所西の筆頭で全勝優勝なので、幕下のね真ん中辺には行くと思います。そうなると来場所の成績次第では再来場所ぐらいにはね幕内に戻っていてもおかしくないんじゃないかなという感じですね。そして十両優勝の武尊富士、今場所強かったね。今日の千秋楽の相撲も、まあ、時計部屋で相手だったんですけども、もう一撃の押しで何もさせませんでしたね。まあ、今場所非常に好調な時疾風相手に、まあ、優勝決まった後とはいえこの相撲ですからね、やっぱなんか十両では自力違うなという感じしましたね。負けた相撲も悪くなかったし、まあ、今でも幕内でもね下の方だったら全然勝ち越せるぐらいの力はあるんじゃないかなという印象ですね。これからが期待の力士です。ということで幕内の取り組みを見ていきましょう。もう今日はねかなりかいつまんでいきたいと思います。まず最初はこの相撲からですね。阿武咲対佐田の海の一戦です。阿武咲が立ち上がって一気に持っていって10勝目を挙げましたね。まあ阿武咲この場所ではね何度も取り上げましたけど、やはり番付下げすぎね阿武咲にしてはというところなんですけども、初日に負けてからそっから一気に8連勝で勝ち越し、まあ、10日目からはね大関横綱そして関脇さらに若元春と当てられて、まあ、4連敗してしまったんですけども、まあ、14日目そして千秋楽と勝ち越して10勝、まあ、さすがだなと思います。まあ、欲を言えばねこの上位戦で
1個ぐらい勝ちたかったなというところあると思います。まあでもよくやったって感じでしょうかね。大野里にも勝ってるしね。まあ幕内の下位では圧倒的に強いと、そして上位にはなかなか勝てないという、なんか大野賞っていう感じのね成績ですね。でも10勝は立派だなと思います。そして次の一番は大野里対玉鷲の一戦ですね。大野里今場所はすでに敢闘賞を確定させている中で11勝目を目指しました。立ち合い右四つにズバンと組みに行きます。対してね玉鷲押し相撲が強い相手なのでぶちかましてくるわけなんですけども、相手の左から強烈な押っつけ、もうこれに構わずぐいぐい前に出ていきましたね。そして土俵際ガン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 圧力かけて、も相手がのけぞって両足揃ったところでパッと外して、まあ、勝利ということで、まあ、今日も完勝だったと言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあ、やはり立ち合いのね圧力がこれだけあるわけですから、相手もね体が上がっちゃうということで、もうこれは脅威ですよね。まあ今場所はね上位戦では跳ね返されてしまったとはいえね、それでも新入幕で11勝、さらにはこれだけのね、上位力士と連続で当たり負けてしまったとはいえ、得たものはね大きかったかなと思います。勝ってる相撲も圧倒的だしね。まあ来場所は番付を上げますけども、もうすでにね幕内の上位にいてもおかしくないぐらいのね、そんぐらいの力はあるのかなと思っています。さらにレベルアップして活躍して優勝争いに絡んでくることを期待したい力士ですね。次の一戦は若元春対錦木の一戦です。若元春うまいね、立ち合いちょっと突っ張ってすぐに左四つに組む。まあ錦木も左四つはね悪くない体勢なんですけども、やっぱりね左四つといえば若元春ということで、そのままガンガンと胸を合わせて出ていっての勝利、若元春が、まあ、10勝目としましたね。すごいね若元春、今場所はね久々に平幕に番付を下げましたが、まあ、その中で金星を上げつつ、そして大関にも貴景勝に勝ち10勝を上げたということで、まあ、本当にねやはり強いなと、まあ、自分の実力はね示したんじゃないかなと思います。まあ、よく言えばねもう一つ二つぐらいね勝っててもよかったかなとは思いますけども、今場所は番付を下げたとはいえ対戦相手はね全く変わらない顔ぶれの前頭筆頭での10勝ということで、まあ、今場所後にね琴ノ若が大関に昇進しますけども、この10勝っていうものはねまあ評価してもいいんじゃないかなと個人的には思ってますね。横綱に勝ってるしね、まだまだ大関を目指してねまた頑張ってほしいなと思いますね。そして三役入りましょう。まずは裏対竜電ですね。裏皆さん見てましたか？裏やっちゃったね。小結びでこれやってる人どれだけいるのって感じなんですけども、今日は竜電相手ということだったわけなんですが、立ち合いいつものように低くいって手を伸ばしてくる竜電相手に今日は左が入って、さらに頭もねグッと入れましたね。もうこの体勢になったら裏はねやること一つだなと思って、僕はいつ行くのかとワクワクしていました。まあ竜電もそれを分かっていたので、左のね肘を締めて相手に頭を入れさせないようにしていたんですけども、まあ裏もねそっから我慢して我慢して自分の体勢になるように持ち込みましたね。そしてしばらく膠着した攻防が続くんですが、竜電がこうバーッとね出ていって左が上がった隙に裏が首をねじ込んで、そして行きましたね。裏ね反りに行きました。いい反りも完璧に決まったね。もうこれはすごいね。そして相手をひっくり返して自分もひっくり返って裏が勝利ということで、まあ、物言いもついたんですけどもね、まあ、これは裏の勝ちでしたね。決まり手は伝え反りということで、まさに裏スペシャルというところなんですけども、いやーこれは芸術点高いね。あ、僕も NHK で見てましたけども、これが小結びというかね、負け越しとはいえこれだけお客さんを沸かせたというのは十分三役の務めをね果たしたと言ってもいいんじゃないのかなと個人的には思います。
そしてこれより三役最初の対戦は関脇大栄翔対朝乃山の一戦でした。朝乃山勝てば2桁勝利というところだったんですけども、今日は苦手な大栄翔、立ち合いから当たって手を伸ばされて土俵際揃ったところを引かれて落ちたということで、まあ今の足の状態ではね、特に苦手な大栄翔相手に何かするのは難しかったかなという感じですね。まああっさりとした勝負だったんですけども、もうこれはしょうがないね、大栄翔も強いしね。まあ今場所の朝乃山は本当に怪我さえなければという感じでしたね。7連勝してからのね、まあ本当にいやー残念。はい、まあとにかくまずは怪我を治して頑張ってほしいなと思います。そして次の一戦、関脇琴ノ若対翔猿の一戦でした。この2人、まあ、番付にね現在差はあれど、対戦成績は琴ノ若が6勝、翔猿が6勝ということで全くの五分なんですよね。直近6回の対戦も3勝3敗ということで、琴ノ若からしたらね結構嫌な相手だったんじゃないかなと思います。動いてくるし、さらに負けるとちょっとねかなり印象が悪いという一戦でした。対して翔猿も7勝7敗だったので、まあ、勝てばまだね三役のチャンスもあったという一戦で、お互いね負けられない一戦でした。立ち合いから先手を取って攻めたのはね翔猿でしたね。今日琴ノ若はもろ差し狙いというよりも左をね固めて、まあ、翔猿右差しに来ますから刺させないようにという立ち合いだったなと思います。琴ノ若からしたらね翔猿が思ったよりも強く当たってきたという印象だったのかな。下からガーンと来られてね起きてしまうんですよね。その後は動かれて自分が引いてしまったこともあり、翔猿に先手を取られるわけなんですけども、そこからの動きが良かったですね。左の上手を引きに行って、まあ、相手にね右の下手を与えるんですが、まあ、体力的にはね琴ノ若の方があるので、琴ノ若の方がいい体勢だったかなと思います。そしてこっから強引めな左の上手投げで頭を押さえて潰したという感じですね。まあうまかったね、ちょっと強引に見えたんですけども、しっかりね左の上手投げなんだけど左固めていて下に打つ、やはり持ち上げる投げじゃなくて下に潰す投げ、これがね効くんですよね。まあこれで翔猿ひっくり返ってしまったということで、琴ノ若が13勝目を挙げましたね。まあ個人的にはね昨日の12勝でもう大関がほぼ当確かなとは思っていたんですが、これで誰にも文句を言わせない13勝目を挙げたということで、まあ優勝にね、まあ、大きく前進した一番だったのかなと思います。そして結びの一番ですよね、横綱照ノ富士対大関霧島の一戦ですね。まあ、霧島昨日敗れてしまったことにより綱取りはまあほぼ消滅してしまったという感じだったわけなんですけれども、さらにね目の前の一番で琴ノ若が勝ったことにより優勝もなくなったという一番で、いやーすごい相撲でしたねこれはね。立ち合いで右四つに行った横綱対して頭からしっかりと当たってったんですけども、もうなんか右の横綱の下手がねもう大きく入ったね。でも霧島も浮いちゃった、これはもうねこの右四つに誰が勝てるんだという相撲で横綱が勝って13勝目を挙げましたね。これはねびっくりしたね、ビビった、何この相撲この強さ、あの霧島がねねっていう、いやーもうすごいとしか言いようがない一番でしたね。まあこれにて横綱13勝目を挙げて優勝決定戦に進出が決定したわけです。対して霧島は結局11勝4敗という星で、まあ、この場所をフィニッシュしましたね。まあ、先場所13勝2敗で優勝していたんですが、まあ、この11勝ではねちょっと来場所に綱取りの継続もないかなという感じですね。まあ、さらに今日の照ノ富士に敗れ、さらに昨日は琴ノ若に敗れてしまったと、まあ、この2日間の連敗っていうのがね、霧島はまだちょっと横綱にはねちょっと遠いなと、近いけどね届く、努力次第では届くと思うんだけど、まだ現状ではね足りないなと
まあ、そういう場所になってしまったんじゃないかなと思いますね。まあ、今日はちょっと照ノ富士が完璧すぎたね。そして優勝決定戦ですね。13勝同士、横綱照ノ富士対関脇琴ノ若でした。まあ、本割でもね、横綱が勝っていたんですけども、今日もねすごいいい相撲でしたね。右四つに行く横綱に対して、もろ差し狙いの琴ノ若という立ち合いは一緒でした。そして立ち合いで琴ノ若またしてももろ差しになるんだよね。もろ差しになって、本割ではね腕決められたんだけど、今回は横綱がまだ振りに来るところをしっかりと体寄せていきました。決められないようにね。ここはもう琴ノ若行ったかと思ったんですけども、その後ですよね、やっぱりこの左にちょっと横綱が体を向けて振った時に、琴ノ若のね左がちょっとだけ甘くなってしまったんですよね。甘くなってしまって右を刺されてしまうと、これで右四つと、この右四つになると琴ノ若ちょっと苦しいかなというところで、横綱が前に攻めていきます。ただ琴ノ若もね、こっからちょっと頑張ったんですよね。右の下手だけ取ってって、左の上手が取れていないという状況なんですが、土俵際回り込んで、これで横綱ね回し離してしまったので、右四つなんだけど琴ノ若の方が回し取ってね、まだチャンスあるかなという感じでした。ただここから横綱早かったですね。左巻き替えて、もうほぼもろ差しみたいな体勢、下手もがっつり深いとこを組んで、そしてそのまま寄っていくと、最後は、まあ、土俵下に一緒に転落してしまいながらも、まあ、横綱が勝利ということで、横綱照ノ富士9回目の優勝を決めたという一番でしたね。いやーすごいね、両方すごい。琴ノ若もチャンスありましたよ。本割もだけどね、本当に強い琴ノ若っていうものを見せたと思います。なんかね、いや、いい一番だったなと思いますね。はい、ということで千秋楽が終わり、1月場所初場所が終了しましたね。幕内最高優勝は横綱照ノ富士が9回目の優勝を決めたということです。優勝同点は関脇琴ノ若。そしてこの結果を受けて、日本相撲協会審判部は八角理事長に琴ノ若の大関昇進を図る臨時理事会の招集を要請したと。そして理事長はこれを了承したということです。まあ、過去にね臨時理事会で昇進が見送られた例はないので、琴ノ若の大関昇進は、まあ、事実上内定しましたね。そしてこれにより琴ノ若改め2代目琴桜と、まあ、なるっていうのはね昔から言われていましたけども、すごいね、もう往年の相撲ファンにはね嬉しい、大関に霧島と琴桜がいるという、まあ、この2人ね初代は時代が違うとはいえね、なんか懐かしいしこ名が番付に乗るということになります。来場所はね。そして横綱ね、やっぱり強かったね。本当になんか終盤になりにつれてどん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 調子を上げていったような感じがして、本当集中力も相まってね、やはりなんかこれが横綱なんだっていうのをね教えてくれたような、そんな場所になったかなと思います。まあ序盤はねちょっと苦しいところもあったんですけども、8日目から8連勝ですか。さすがだね、素晴らしい。そして3勝ですが、殊勲賞が若元春、敢闘賞が大の里、技能賞が琴ノ若という結果になりましたね。はい、ということで初場所終了しました。15日間、皆さんお疲れ様でした。今場所はね全然ライブとかできなかったんですけども、今日はこの後ライブしたいと思います。明日は恒例の来場所の番付予想をさせていただきたいと思います。来場所は大関が4人になりますね。楽しみ。ということで15日間お疲れ様でした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。